こんにちは。久しぶりの動画になります。まあね、なんでね、動画最近やってなかったかってとこだったんですけれども、まあ、ちょうどね、キングピンが折れて、まあ、ちょっと板変えるのね、めんどくさくて、まあ、8.0 の板僕乗ってたんですよ。相当調子悪くてですね、ちょっと動画撮る気にもなれないというかね、スケートする気にもなれなくて、まあ、それでね、1ヶ月に1回ぐらいしかちょっと今スケートしてない感じだったんですけれども、まあそういったことも含めね、ちょっとスケートやってない理由は、まあ全く別にね、スケートやってない理由ってあるんですけれども、ちょっと別なこともやってて、まあそれでちょっとスケート、まああんまり時間かけれなかったって感じになってるんですが、まあ板ね、ちょっと7.5 に戻して、まあどれぐらいスケート今できるのかっていうのをね、試そうと思って、まあ回し技だけでね、何技ぐらいできるかなと思って、取りに行ったんですけれども、まあめちゃめちゃ取れなくて、ちょっとね、これは動画にならんぞっていうところで、今回はですね、まあその調子悪かったトリック、まあちょっとスイッチキックとノーリキックはめちゃくちゃ調子悪くて、まあその辺の絡んだトリックはもう一切できなかったんですけれども、まあその辺をちょっと今回改善していきたいなと思います。で、一回練習したからどうにもならないんで、ちょっとスイッチキックとノーリキックに関しては、まあある程度その前やってた時ぐらいに戻るような感じでやっていきたいと思います。なんで、まあ一度ちょっとやり方見直して、まあどういう風にやっていくっていうのをちょっとね、考えながら動画の方にね、してやっていきたいなと思います。で、まあスケートもそうですね、ぼちぼちね、やりたいなって思ってるんで、まあ 7.5 の位置に変わったんで、まあ多分やりやすくなってると思うんで、まあ動画の方もね、上げていきたいっていうのもそうなんですけど、まあ上げるネタっていうのもね、ほとんどないんで、まあ日頃練習してる風景、フラットトリックが結構ね、多く練習してるんですけれども、まあ、どんな感じでね、練習してるかっていうのをね、見ていただけたらって感じになります。でその中でまあ、今日は結構僕これとかっていう感じで練習するんですけれども、その中でなんか自分なりのコツであったりとか、まあ、どういう風に今は意識してやってるとかっていうのをちょっとね、みんなに見せていくことができたらなと思います。まあ、下手なんでね、そんな参考にはならないと思うんですけれども、まあおそらくね、まあ、同じぐらいの人とかですね、まあ、そういった方が見てくれれば、こういう考え方もあるのかっていうこともあると思いますので、まあ、そういった方にですね、まあ、少しでも、まあ、参考にでもないんですけど、まあなんかね、共感得れるところとかもあるのかなと思いますので、やっていきたいと思います。まあ、今日はね、スイッチキック練習してきたんで、そちらの方をね、見ていただきたいなと思います。じゃあ、ちょっとかなりね、前に比べてクオリティ落ちてるんですが、まあ、2ヶ月ね、スケートしてなかったらこうなるぞっていうところをですね、見ていただけたらなと思います。じゃあ、行ってみましょう。やばい、やばすぎる。めっちゃ調子悪い。特にスイッチとノーリーがね、めちゃめちゃ調子悪い。特にフリップ。これね、改善しなきゃいけないんで、ちょっと基本のスイッチキックとノーリーキック、ちょっと練習していきたいと思います。なんだろう、前に飛んでるような感じですよね。なるべく足首、こう、使う練習していきます。やばいな、どうしよう。終わった、終わった。多分なんかね、こう調子悪いから多分前に飛んでる気がします。こう抜きにいってるって感じなんで、まあ、抜きに行く分ね、多分足上がってすかしちゃうんで、もっとなんか上半身固定意識してきます。まあ、多分高さとかね、キャッチとか気にしないで、多分その体の軸、ちょっとノーリーキック、スイッチキック意識してやっていきます。で、今回スイッチキックですね、しっかりやっていきます。
これが解消されたらドリキックやってみます。いや前に飛んでるね。叩きがしっかり蹴ってないんで、しっかり叩いて真上に飛ぶ意識でやってみます。なんか抜けてないですよ、ちゃんと引っかかってる。フロントサイド側にシフトしてるんで、多分ちょっとね、抜くのが遅いのかなって感じます。引っ張りすぎてる。で、もっと足首意識して軽く乗ってきます。多分今いいの出そうとしてね、ちょっと調子悪いんで、まず無難に足首引っ張りすぎてやってみます。そう、多分足をこうちょっと出そうとしたり、結構形を意識してやると結構崩れてくるんで、ちょっとまずは本当足首のこの開始をちょっと徐々にね鳴らして、メイクに下げてから形やってきます。ちょっとまだ早いですね、そこまで行ってない。とにかく足首でやってきます。やっぱりバランスが取れてないんで、肩入ったりとか前に抜きに行ってるっていうのは結構ね、今の課題かなって感じです。結構もう初歩的な多分ところだと思うんで、ちょっとこれ改善しないことにはちょっとね、次のステップというか前にキックとか乗れないんで、ちょっとこれは地道にまたスケート乗り始めて直していきたいなと思います。いやー、このミスが、ね、あるってのは本当に良くないね。こう前に飛ばないっていうのは結構僕の中で重要なところなんで、前に飛ぶとね、結構さ抜きに行くんで、スカス率が多いんですよ。スカしたり、こっちのノーズ側に寄って乗ったりするんで、あんまりね、これはなくしたいところなんですけど、まあちょっと厳しいですね。まあ何本かちょっと残り、今の自分の中で一番いいような感じのフリップ、スイッチフリップ。ちょっと見ていただいて、何方向から見てもらって、今日は終わりにしたいかなと思います。はい、お疲れ様です。いやー、ちょっとさすがにひどかったっすよね。結構ね、どこが調子悪いっていうの最初わからなくて、結構もうちょっと向きになってね、思いっきりやってたんですけれども、なんかこう、乗れないからこう、抜きに行こう、抜きに行こうみたいな感じでこう、板が叩くよりもこの前足のこの抜きっていうのが先行して、まあ板もね、引かさっちゃってるんで、それでね、よりこう、前方に飛んだりとか、前にこう、傾いちゃったりするのかなって。感じですね。まあ、その辺分かったんで、ちょっと次回以降はちょっとその、しっかり叩いて、その上半身をこう固定するというか、こう前に飛ばないようなイメージでやっていきたいと思います。で、それが安定してくるようになったらもう、高さとかね、上げるようにしていきたいと思うんですが、まずはしっかりその、しっかり叩いて、真下に叩いて、その上半身をそのまま固定して上に飛ぶ。で、足首でペロンと抜くっていうのを意識してやっていきたいと思います。ちょっとね、これでまたしっかり慣れて、どうしようかな。まあ、ちょっと慣れてきて、まあ、ある程度その、まあ、調子良くなったら、YT キック、一度その1日で全部乗れるかっていうのを挑戦してみて、また、まあ、現状今そのフラットどれぐらい乗れるかっていうのもね、やっていきたいなと思います。やっぱり、8インチは僕ダメでしたね。やっぱね、おとなしく 7.5 を乗るべきだったのかなと思います。
ていうか、まあ実際ね、キングピン折れてめんどくさくてずっとハチ乗ってたっていうか、ハチ乗る機会がたまたまできちゃったんですけれども、もう本当に乗れなくて、もうフリップもできないし、みたいな。なんだったらオーリーもだいぶ重たくなっちゃうんで、本当にちょっと向いてないのかなって、ね、改めて実感したんで、しっかりその危険のギアっていうのはね、気をつけて選びたいなと思います。まあそのめんどくさがったりとかね、まあ、変にケチったりとかってしないで、なるべく自分が やりやすいようなギアで、今後はやっていくような感じでね、意識していきたいなと思います。じゃあ、久しぶりの動画だったんですが、どうだったでしょうか。ちょっと微妙な内容なんですけれども、今後もね、見ていただけたらなと思います。またちょっとね、配信頻度ってね、上げていきたいなと思いますので、また、まあ、そんなね、割といつも変わらない内容なんですが、まあ、練習復帰っていうのをね、主にやっていきたいなと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。